そう俺が言うやつ。ちょっととりあえず、はい、あの今ブルーピストのラジオを聞いてるって方いらっしゃいますか。もしいたら右手とか上げて振ってもらえると嬉しいんですけど。いないブルーピスト絶対黄色ピスト見ていますよ。あでもなんか一応 YouTube 残るらしいんで。あそうなんですか。気をつけてくださいね。じゃあもう適当なこと言えないってことで。三宅って言っちゃったらダメですか。三宅っていうワードがギリギリなんだよね。ギリで。ギリ三宅っていうのもね、教会的にはだいぶ気をつけなきゃいけない案件らしい。そんなことないですけど、まあ、笑えないですけどね僕としては。いやいや、じゃあ青ですよね。そうですね、青やっていくんですよね。じゃあクライブリンクとポーランド誰だあれ。ポーランドのザコブスキー選手ですね。知らない。あこれでおいい感じですか。三宅選手に来てもらってます。どうも三宅です、よろしくお願いします。そして今クライブリンク選手が1点取ったんですね。そうですね、まあ、と言いつつはちょっと松山選手の試合も見ちゃいますよね。松山選手の試合ずっと見ながら見てますけどみんなだってこう、いやすごいギャラリーですね、もうピストの周り。すごい、あてかやっぱね、こういう僕もね試合してと思いましたけど、はい、僕だから9時55分からだったんですけど、はい、まあ、あの応援してくれる方、僕の身近な方で来てくれてましたね。もうだいぶこうあれと、あとね結構ね取材に来てる方がねリアクション取ってくれると、予選プールの時は結構ねちょっとなんだろうと思う感じだったんですけど、意外にこうみんなでわーってやってくれるとやっててもテンション上がるし、うわーうまいうまい。黄色のやっちゃってますよ。いや今黄色の実況しちゃってますね。ここ黄色の実況ですよね。右誰ですかね、動作ですかね。松山選手の相手、松山選手は動作ですね。僕の予想ですけど、多分もうクライブリンクが15、10。ああそんなもんですよね。それでもそうそう、乗るか乗らないかぐらいですよね。2桁。そうだから、もしねこれ多分誰も見てないと思うんですけれども、はい、見てる方がいらっしゃるとしたら、クライブリンクのアタックが入らなくなったらポーランドの選手のチャンスなんですけれども、基本的に今入っちゃってるので、ちょっと僕的にはクライブリンクちょっと飛ばしすぎなんじゃないかなって前半から。あでもねだいぶ体力ついてきました。あ戻ってきたっすか。あの一時期は復帰した時が予選のなんか4試合目ぐらいでもう疲れて諦めるっていうのよく見てましたけど、最近は最近はちゃんと最後までやってますよ。あ一番ひどかったのがその諦めるっていうか、普通に本当にオリンピック前とかのシーズンでベスト8までポイントある程度取ったら棄権しますって言って、お腹痛いって書いたことありますからね。あいついやそれはお腹痛かったんじゃないですか。絶対なわけないでしょ。お腹痛いで書いたんですよね。8までお腹痛くて頑張れたけど、もうこれ以上はそうもうメダルがけにはこのお腹は耐えられないって変えられました、ね、メダル取ったら表彰台まで表彰式までいなきゃいけないです、お腹痛い。あなるほどね。それ考えたらまあ8ぐらいでお腹痛いがいいかなと。そうですね。そうそう、だから団体そんなことして、だから団体の体力も温存してたて。あなるほど。そうそうそう、次の日が団体なんで、だからさすがにそれで帰ろうとは思ってないと思うんですけどね。ですよね、団体があるんで。これどう YouTube に残るんですかね、これ。あどうなんですかね、なんかうまくこれ映像と一緒に映像が残るかとかまだ分かんないらしいんですけど、副音声みたいな感じになると、そうそうそう、だから不快な方はあの音声オフにしながら見てもらう。あなるほど。そうだから逆に今僕らもうずっと動作見ながら見てるじゃないですか。京介意外に先行されてるなっていうのを、ここのクライブリンがボコボコアタック打ってる、そうですね、乗り乗せてみるってなると、これ入るんですよこのアタックが。そうですね、あのアタックが決まるうちはやっぱりあの問題ないですよね。そうなんですよ、ね、左でねあそこまでビュンってアタック打てちゃうと。でもそいくつぐらい、太田先輩と同じでしたっけ。えクライブリンクと太田先輩の1個下下とかですか。でもほぼ年齢変わんないはずすだよね。あんだけアタック打たなかったもん前。なんか楽しそうにやるよね、フェンシングを。いい、好きなアタック打っちゃおうみたいな。あ本当っすか。楽しそうに。でもまあ好きなアタックは打ってそうな感じじゃない、なんか、うん、なんだろう。でもなんか
左の中でも割と異質ですよね。右っぽいんですよ、あのフェンシングって。あ、もう聞いてる人何のこっちゃだと思いますけど、左っぽいフェンシング、右っぽい。だから坂野さんって思いっきりド右っぽい右じゃない。え、褒めてる、減らしてる。半々半々か。失礼だなお前は本当に。逆に他にいる、もう左利きで右っぽい選手。だ、左利きで右っぽい選手は僕の中では先ほど黄色ピストンじゃララバドール。あ、ララバドール。ララバドがすごい。スペインのララバドールが左なんだけど右っぽいフェンシング。で、京介とかは？京介はね、やや右、やや右でよりですよね。結構教科書、教科書的な左。あ、だから右の教科書を読んで左のフェンシングやってみたいな。生かすっていう感じなんで。この話面白いのにな、みんな聞いてほしいな、もっと。今日僕ちょっとなんかバナナマンの副音声意識して、いや紅白のね、帽子もこうバナナマンの帽子なんですよ。バキャップだ、バキャップなんですよこれ。すごい、今日しかねえと思って気づかなかったそれ。いや、あ、アタック決めまくってますね、クライブリング選手は。いや、クライブリングもうアタックずっとですね、変える気ないですよ、うん。まあ嫌なやつなんですよ、あのクライブリング。なんかこの決まるまではやり続けるってすごいいいっすよね。なんかでも最、もうだって横からの、うん、振り込む、うん、剣を曲げて突くのと、うん、今みたいにシンプルにフレッシュって言って走りながら突くの、うん、今2種類しかやってないですけど、やってないですよね。でそれ、それでもう9点取ってますからね。なんとかしてあげたいですよね、そのあのポーランドの彼は。そうだから、そうやそうやっちゃダメなんだってって言えるしかないんですよ。だからあの監督ももう動けないですよ。監督が動けないですよ。で、上で、あの、頑張れってしか言えないチームメイト。苦しいですよね、こういう戦いは。これね、チーム側もどうしたらいいのかになっちゃうからな。せいぜいシスって、あの、外側の剣を一回、アタックされる前手前で当てたんだけど、剣ガンガン引いちゃってるからな。まず、まあそうそう、合ってますよ。ゆっくり詰めてって、でその打ち合い打ち合いで、そこが下がるんで下がるんで、しないともらっちゃう、もらっちゃう、下がっちゃう、下がっちゃう、全然わかんないしそれ。下がってもらっちゃうからね。下手くそ実況。実況でもポーランドのアドバイスになっちゃった、ね、完全に僕あれですから、まあ、三宅だったら、うん、三宅選手だったらこうやってクライブリング戦うんだぞみたいな、うん、だとしたらやっぱりアタックでは取りたいんですよ。だからアタック打つことは前提なので、なそのアタックの動作の前に、そのアタックを動そのする前に何をするかが大事なんですけど、多分ほら何もできてないんですよ、多分一緒になって下がってるから。でここで切り返しすぐに前に出た方がいい。で今前に出てるんですけど、プランがなくて、でまあ、うん、まあ、今ラッキーちょっとついちゃいましたけどね、うん、今の三宅くんの予想だと多分つかなかった、つかなかったけど、何も考えてないのにつけちゃったから、はい、あれをずっとやればいいんですよ。あれがねずっとできたらいいんですよ。なるほどね。うん、だからそう、書物これ外れちゃうから、まあ、でもこういう1セットでもう11点取って、まあ、下手したらこのセットで終わりじゃないですか、うん、やっぱ次のセット有利だよね。そうそうそう、もうてかもう終わらせる気満々だよね、まんまんすよ16秒で。だからクレームにはやっぱ疲れたくないし、次の試合のことも考えてるんで、あそこで普通だとちょっと技のなんていうかこう確認動作をしたい場合があるんですけど、もうやつは早く裏に帰ろうっていう気持ちが結構見えてる感じですよね。まあ、でもベテランですからね、体力も決勝まで持つか分かんないしね。そうなんですよね。でもあのアタックするだけだと割とその前後の動きがないんで疲れないんですよね。ただこうダーボーンってそのベクトル前にその流れで感性で打ってるんで、うん、ダーバンとかお前そういうの多いよな、ダーとか、ダーとか。でも一番こうなんか特に別に解説の仕事とかすること少ないんですけど、うん、でもいろいろとこの前やっぱあのフェンサーっつってみんなが分かんなかったわけですよ。あ、なるほど。とかそのディガ、まあディガで言うと剣をあの剣を抜いてとか剣を避けてっつっても、うん、あ、分からないんですよ。なるほど、分かりやすくこっちの中では、まあ、ディガジェっていう、まあ、今分かんないけど専門用語とかをが分かんないから分かりやすく、でそれ で剣を抜いてとか剣を避けてっつっても、でもその状況が意外に分かんないんですよ。あ、なるほど。剣を抜くって何みたいな、あ、なるほど、剣を避けるってどうすんのみたいな感じなんで、だからもうバーッとか、あ、なるほど、ダダダンとか、そっちの方が意外にテンションで伝わるかなと。シュッととかとか、そうそう、シュッとだったらこうなんかシュッとでしょ。
ヒュッとかサッとやった方がいいですよね。ヒュンヒュンって避けるんですよみたいな。でそこをバンバンってやった方がいいんですよ。怒られるわお前。いやそれはお前仕事来ないわ。そうなんですよね。これでいいという方ね。これでね YouTube 一応なんかあのツイッターとかで、うん、あの今日質問あったらハッシュタグフェンシングで、はい、一応検索してるんで、もしこの三宅の実況もいらないなと思ったらハッシュタグフェンシング、うん、でてかハッシュタグフェンシングハッシュタグ三宅いらないでそれでいいんですよ。それがあったらもうそれがすげえ、はい、多分もうあるんじゃないかな。いやあるでしょ。まず一件あるでしょ、はい、もう一個あったらもう三宅さんはもう来ないでここに。そうそうそう、まあ、絶対一個あるし、あとね、うん、じゃあ3アウトね。3通来たらやめますよ。3通来たら3通来たで1人が 3回ツイートしたら終わりじゃないですか。そうですよ。1人が3、いやそれでもいいですよ。もうやってみろって話。熱くなるな熱くなるな。試合中みたいになっちゃうんじゃないか。あーと言ってる間にもう14対3ですね。最後もアタックで打って終わるんじゃないですか。もうそろそろでこれ切り多分出させて切り返したいんでしょうね。でそこからうまいな。うまいですねやっぱ。最後あれぐらいキュッてやればよかったんです僕も。今の見て自分に落とし込むんだ最後の最後に。あれは使える。今のは、左利きの方全部に使える技だと畳んで。そうですね。これ多分学生とか聞かないのかな多分。あこれこういうの学生とか